いいらないって言ってるのにいつも親から大量の荷物が送られてくるこれって親御さんが境界線を踏み越えてしまっているっていう証拠なんですね <music> こんにちはアダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をごご覧いいただきどううもありがとうございます。す今日はですね、 やめてくれない毒親が荷物を大量に送りつけてきたり鬼殿とか鬼ラインがなかなかやめない理由っていうテーマでお話していきたいと思ってます。えこの動画をご覧になってるあなたはこんな経験ないでしょうかね一人暮らしや結婚して別々に暮らしてる家に親が大量の荷物を送りつけてきてもうやめていらないから送らないでって何度も言ってるのに止まらないどんどん送りつけてくるとかね。 受け取ったことを確認してすぐにお礼の電話とか LINE とかのお礼をしなければもう鬼電とか鬼ラインが止まらないみたいなね。うちのカウンセリングには実はこういうご相談結構多いんですよね。で他にも。 例えばお盆や正月前のね帰省前にとても自分の趣味とは合わないような洋服とかを大量に送りつけてきてね帰省の時にそれを着て帰らないと親が不機嫌になって後からネチネチチクチク言われるだとかもしくは自分が旅行やデートを楽しんでる時に限ってじいちゃんばあちゃんとかもしくは親自身が体調が悪くなったからしんどいから帰ってきてほしいとなぜか連絡が来たりするこういうことが一度や二度じゃないタイミングで続いたりしてやっと子供は これおかしいんじゃないかということに気づき始めるでも気づくけどどうしたらいいかわからないというところで悩み始めるということが多いんですよねでそこで 自分の親っておかしいんじゃないかと思って友達にね相談してもありがたいことじゃんとか子供のことを愛してない親はいないのよなどと言われてしまってなんか自分が心が狭いみたいなそんな人間だと思われてそうで誰にも結局相談できなくなってしまうみたいなこういうことが非常に多いんですねこの動画をご覧のあなたがまさにそうその通りと思ってくださったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけたら嬉しいです 親が大量の荷物を送り続けてくるすぐ返事しないと鬼伝鬼ラインの嵐私が楽しもうとしたら邪魔が入る意識的無意識的にかかわらずどうしてこういうことを親はやってくるのかそれは親が自分と子供の境界線っていうのが理解できていない証拠なんですねで境界線がわからないというのはこれどういうことなのかというと 人にはそれぞれ入っても構わない部分、自分のパーソナルスペースとかコンフォートゾーンって言うんですけれども、こういう入っても構わない部分、そしてこれ以上入ってこられると困る部分っていうのがあるんですね。つまりそのことを他人との境界線と呼んでるんですが、 親子といえどもこの他人であることには違いないのにあなたは私の子供なんだからあなたのことを愛してるんだから入ったっていいじゃないのっていう理論を勝手に展開して境界線をどんどんこう踏み込んでいって子供に自分が感じた通り思った通りに思わせよう行動させようそんな気持ちに自分と同じ気持ちになってほしいっていうねそういうことを感じさせようとするというのが境界線を踏み越えた考え方だということなんですねここの境界線ととと書いいててて、ああるところをもうあっっっっう間に取っ払ってしまで 超えてきて全部自分の思った通り望んだ通りに動かそうとするそしてそれが当たり前だと思い込んでいる実はこういう親御さんってとても多いんですよねでこれ鬼伝鬼ラインを送りつけてくるのも同じ理由なんですねでもこれ一歩間違えると境界性人格障害とか境界性パーソナリティ障害の可能性も否定はできなくなってしまいます 親に注意して分かってくれたらいいんだけれども実際は言えないとか言っても余計に揉めるだけと思われる方が多いですし実際にアダルトチルドレン克服カウンセリングでも親との直接対決っていうのはあまりお勧めしてないんですね。じゃあどどうしたらいいののか。このご相談内容にもも、よるんですけれどもまずは私は、私 送られてきた荷物、これ全部一旦処分しませんかとお勧めすることが多いんですね。この理由は、物には全部メッセージ、何らかの情報が込められているからなんですね。この物に込められた情報とは、次々送られてくる食品には、早く食べなさいよ、残さず使い切ってくださいよ、感謝しなさいよというメッセージが入っているし、次々送られてくる趣味が合わない洋服たちにも、 これを着なさいよ、帰って来なさいよ、来て感謝するんですよという親の無言のメッセージが込められているように子供は感じてしまうからなんですよね。で、ょうたさんそんな大げさなと思われるかもだけど、実際こういうご相談後を絶たないんですね。荷物を見るたびにしんどくなるだとか、家に帰ってきたくなくなるだとか、でも食材を腐らせるわけにもいけないし、近所に配ったらいいじゃないのって言われてもこれはどうも、なんか、 このなんかどこけに溢れたものを近所に配る気にもなれないみたいな感じで悩まれている方ってとても多いんですね。実際に親が荷物を送るたびにメンタル不調を感じているアダルトチルドレンは多いです。でいくらいらないからとかまだあるからとかもう本当にやめて本当にいいからと言っても届くのが止まらないんですよね。 この離れて暮らしているのに物の情報にやられて捨てられない結果部屋がししてしまう方も実は多いんですよね。親に送りつけられた物の情報にやられて脅かしたのにだからつまりこれはあなたのせいじゃないのに自分のせいだと思い込んでしまって自分に生活能力がないからだみたいな感じで自分責めしてしまって結果実家に帰ってしまうという。 絶対やっちゃいけない悪循環に陥ってしまうという方もおられるんですね。でそういう方にまず私はとにかく捨てませんかとお話します。あなたの部屋に届いたものは野菜や食料品や洋服というものではなく境界線を越えてあなたの心の中に入り込もうとする親からの暗黙のメッセージなんだよということをお伝えするんですね。でそんなものを置いておく方が心によくないというのは言うまでもありません。 この目指してほしいのは部屋の中にあなたが買ったもの以外のものがない状態そういうミニマリストやシンプリストなんて言われますけどそういう空間ですねそれが大事だと思ってほしいんですあなたが自分の意思で選んだお気に入りのものだけに囲まれて生活するということを目指してほしいんですね。であなたのものではない荷物にも家賃が実はかかっています。これは物があなたのメンタルに影響しているというものだけじゃなくて実際家賃にも影響してるんですね。 これどういうことかというと、仮に月額7万円の家賃の部屋で暮らしていて、仮に約1割程度の面積を取っているとしたら、毎月7000円の場所代を払わされているっていうのと同じなんですね。これ年間7万2000円、バカにならない金額です。あなたの部屋も心も不要な情報をできるだけ置かないようにしてほしいんですね。今日はここまでとなります。前に進むためには今いる場所から一歩足を動かしていく必要があります。もし今あなたの部屋も心も親の影響でぐちゃぐちゃになってるなら、思い切って でどんどん整理して少しずつ心と部屋をシンプルにしていくことをお勧めしますこのチャンネルではこれからもアダルトチルドレン克服についての情報をお届けし続けます人生を一歩前に進めたい方はぜひ忘れずにチャンネル登録やいいねボタンを押してくださいね今日もここまでご覧いただいてどうもありがとうございました